5時56分、日立海浜公園に行こうと思います。結構いるね。なんか車多い、うん、高速自体はかなり空いてました。渋滞なくスイスイやってきて、まあ約2時間ぐらい。ちょっとすごすぎる。もう一個の方に行った方が良かったかな。駐車場ちょっとこれ、西駐車場が一番あれに近いがね、モビラに。あ、それでみんなこんなに並んでんねんや。南駐車場行くじゃん。南な、ちょっとやばい、これ駐車場、西駐車場に入ろうと思ったんですけど、ちょっとまだ駐車場が空いてないんですよ、6時だから。で、これ何の行列かって言ったら、駐車場が空く人を、空く時間を待ってるんですよ。駐車場の空き待ち、これマジで やばい。で、ちょっとカメラ途中から回したんですけど、すっごい待ってるから。あ、ここが先頭ですね。ここです、西駐車場。ちょっととても並べないので南に行きます。もう終わりが見えへんぐらいずっと並んではるんで、やっぱゴールデンウィーク、しかも今日晴れてるから、うん、もう6時ですよ。6時でこれです。駐車場待ちの長蛇の列がありまして、ここで今ココちゃん食べてます。車の中ではちょっとさすがに食べれないので。いや、これすごい、本当にすごいですね。ココちゃん美味しい？よかったね。一応天気予報では快晴で、昼間19度まで上がるって言ってるんですけど、快晴やったら日差しで暑いかなと思って、私結構薄着できたんですよ。でもめちゃくちゃ寒い、ほんまに。公園内に入ってきました。ルンルンです。すごいルンルン。見てるわ、めっちゃ見てるわ。ココさんもう入る前に眠そうですね。もう寝る、あと5分で開園するから。30分間この米田原をずっと抱っこしてます。交代交代でしんどい。すごい。今チケットを切ってもらって園内に入ってきました。あっちなのかな。でもネモフィラコーって書いてあるけど、すごい、ココちゃん嬉しいね。めっちゃ走ってるやん。走ってます。はい、ココさん嬉しいね。お、結構ワンちゃん多いですね。並んでる時もたくさんのワンちゃん見てきましたけど、あら、ココちゃん嬉しいね。すごい、チューリップがすごい、めっちゃ綺麗やの。あ、これチューリップじゃないのもある。綺麗、すごいな、こんなに咲く、すごい。あ、こっち八重桜はまだ、ここは散ってないんだ。うちの近所の公園はね、もう完全に散っちゃったんで。もしこの動画を楽しんでくれたら、チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。昨日2019年4月28日ですね、日立海浜公園に行ってきました。ゴールデンウィークめちゃくちゃ話題の人気スポットなんで、まあ、混雑状況とか知りたい人いるかなと思って急いで動画作らせてもらいました。まあ、日にちとか時間帯によってはね、状況も変わってくると思うんで、まあ、この日の場合はこうやったんやなというご参考になれば幸いです。じゃあまた。